こんにちは、ルーチューブのお時間です。本日はですね、ちょっと特別編ということで、初めての試みですね。まあ僕さんの、まあ僕と谷口さん結婚してて、酒井くんはもう彼女は10年以上付き合ってる彼女いるんで、ちょっと彼女とか奥さんのどういう風な心境で俺たちを支えているのかっていうのを、奥さんの回。そうですね。はい。で、これでもし好評だったらね、もっと違うジムの有名な選手とか出てもらって、うん、だから今日は6台が考えた質問、 6個だっけ、俺見てないんだよ、6個ですね、について俺たちの奥さんや彼女が真剣に書いてくれたんで、それについてやっていこうと思います。じゃあまず早速いきますか。はい、お願いします。パートナーを一番かっこいいと感じた瞬間。はい、誰いや、パートナーを違う、誰の全員同じ質問ですよ。ああ、全部一気に行くの、うん、どういうこと誰から行くのかな。あーみんなね。まず谷口さんから。はい。帰宅時、私の肩に大きくて気持ち悪い虫がついてたら、冷静に素手で捕まえて窓の外に逃がした時。ボクシングじゃないんだ。そういうことじゃないよ。いや、まあ全部でもいいですよね。ちょっと俺泣くかもしれないと思ったけど、全然泣かねえよ。ボクシングじゃねえ。今ゲーム。じゃあ赤尾さんいきますか。はい。ローナーの社長が旦那のために作ってくれる衣装も最高なので、その衣装を着て入場するときに感じました。ああ。まあまあ。まあ、入場の時ってことね。試合じゃない。まあでも入場、うん、ちょっと黙って。まあまあ。いや、いいこと言ってるから。いや、いいこと言ってるから。妥当な感じ。うん。妥当な感じだね。で、まあ、酒井さんの。はい。さんね、毎日練習を頑張ってることはもちろんですが、その日の練習の話、ボクシングの話を楽しそうにして。こんなもんでしょ。熱いね。いや、でもなんか、いいねですか、うん、そのなんか特別な入場とかじゃなくて、そういう太しおうちの嫁ですってんじゃねえよお前。お前散々うち来て飯食わしてもらったのよ。出たじゃなくてよかったです。で、僕の彼女3戦しか見てないんで、僕の試合。あ、そっか。え、メキシコだもんね。え、付き合って10何年、今で、うん、10年ちょいです。10年ちょいで3戦ってすごいね。すごいな。じゃあ、うん、次いきます。はい。パートナーが試合に負けた時の感情。まあ、谷口さん。悔しすぎて吐きそう。ほぼ毎回負けてたから毎回。じゃあ赤尾さんの奥さん。はい。私の中で旦那が負けることは考えないようにしています。まあまあ。まだ負けたの見てないでしょ。まだ負けたの見てないね。じゃあ酒井さんは、特にないです。勝敗に関わらず試合後の怪我が心配でした。メキシコにいる時は特に生存確認。いや、自分の彼女も取り来てんな。いやでもメキシコに、もうメキシコにいる自体がもうちょっと怖いみたいなあったんでしょ。だからね、前し、その試合終わってそのまま担架で運ばれてたら連絡できないじゃないですか、うんうん、そういう意味でやったんです。確かに、うん、そうだよね。電話とかかかってくるって、電話したい。試合終わってホテル着いて Wi-Fi 繋がってやっと電話とかですね。すごい。でもメンタル強いね、彼女もね。普通じゃちょっときついと思うよね。いやいや、だって今彼女さんってこっち行くんですか。一緒に住んでます。ああ、で戻ってきた時は関西ですもんね。そうです。いや、それそうでしょ。いや、だってあれですよ、10年俺、うん、メキシコ行ってくるわっつって10年放浪して戻ってきたと思ったら、うん、俺横浜行ってくるわ。そうそう。いや、ふざけんなだと思うよ俺は。本当にすごいよ。だから、うん、それは酒井君に俺も言った、うんうん、でも嫁さんとかも彼女はすごいと思うよ、うん、それは。じゃあ次。はい。ボクシングに興味が湧きましたか。うん。で、まあはい、まあ谷口さんの奥さんははい。で、赤尾さんの奥さん、まあ今まで全く縁がなかったんですけど、まあ、旦那がきっかけで湧きました。絶対嘘だと思うよ。あ、そう。うん、だって格闘技好きそうじゃん。いや、嫌い。あ、そうなんだ。あ、見えて。へ、嫌いなんだよ、見ないよ全く。だから俺と、まあ京口ヒルトがよく家来るから京口の試合と、うんうん、まあ、あとは井上尚弥モンスターの試合ぐらいしか見ないよ。
で、酒井さんが、酒井くん自身頭の中の大半ボクシングが占めているので一緒にやると自然に興味を持ちました。なんかマジでこんな彼氏絶対嫌ですよ。俺も絶対嫌。ボクシングのことしか頭にないし、ボクシングのことばっか話すってことでしょ。家帰ってきたもん。でもなんか初めの一歩みたいな感じですよね、本当に。いやそうだよね、純粋にボクシング少年だよね。いまだにボクシング少年ってことでしょ、うん、なんすかその顔。いや、そうなんや。うち、喋る現役の頃。いや、どんどん喋る。あ、俺も喋んないな。今日スパーなんだ、怪我させないようにね。以上、毎回。あ、でもスパーやっていうことは言うんですね。で、まあイエスと答えた場合ですよ、これ。うん、好きなボクサーは誰ですか。あ、谷口さんの奥さんは、うんうん、まあ、井上尚弥選手。あ、ベタなところです。まあ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 、しか知らない、しか知らない、知らない。で、赤尾さん、やっぱり赤穂亮ですかね、笑い。本当に、本当に。まあ多分他知らないと思います。おい。ああ、そう。酒井さんの彼女、チャベス。違うね。違うわ。いや、多分僕が見てるから。そうそう、ずっとチャベス言ってるからでしょ。ちなみになぜですか、試合が面白いからです。あ、チャベス。まあ、チャベスの試合面白いって思うんだから、多分日本人の女子で多分一人だけだと思います。いやいやいや、チャベスいいわ。桜井くんの奥さん目超えてるね。超えてますね。パートナーに直してもらいたいところ。あ、そんな質問あったの。まあ、谷口さんの奥さん、8億個ぐらいあります。昨日言ったことを忘れるところなどなど。まあ、ボクサーある。8億個もあるの。うん、めっちゃあるって。逆によく結婚してくれたよね。8億個あったら普通嫌いだからね、もう。赤尾さんは特にありません、はい、マジで今のままで大丈夫です。おい、それってます。今は佐賀君の子、え、誰か。いやいや、おうって。で、旦那が逆にあるかもしれませんって書いて、うん、あの二重線で消してますね。おお。佐賀さん、私生活、開けたら閉める、出したら直す、何やってんの。もうさ、ボクシング少年すぎてさ、小学生じゃんね。いや、デレデレしちゃってるけどさ、もうボクシング少年になっちゃってんじゃん。出したら直す。開けたら閉めるんだよ、普通は。そうです。うん。それ言われる。うん、言われますね。俺、生きてきて、彼女に開けたら閉めてって言われたことないけど。いや、まこれここで書くとは思わなかったです。あ。でも大丈夫、8億個あるから。そうですか、うん、その中もしか入ってるかもしれない。いや、そうそうそう、8億個だからね。大丈夫。はい、次。ボクサーをパートナーに持って苦労したことは。うん、谷口さんの奥さん、うん、引退するかしないかの葛藤してる時が見ていてとても心配でした。ああ。で、赤尾さん、食事、あまり料理が得意じゃないので旦那のパーソナルトレーナーさんにどうしたらいいか聞いたり、自分でも調べたりしています。それは答え、うん、いや、奥さんめちゃめちゃ料理うまい。うちの料理、うん、料理めちゃくちゃうまいからね、うん、みんな来てるもんね。うん、酒井さん、3ヶ月の修行という感覚でメキシコへ見送れば気づけば10年経っていた。いや、これはもう、これはもう、その、本当そうです。思ったもんやと思います。いや、本当に、うん、ちょっと謝って帰って、はい、開けたら閉めて、まず、はい。で、あの、10年行くときは最初に10年行く。そう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 。10年行くと思ってたら多分行けてないんですよ、僕も。まあ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 、まあ、いや、今本人は笑えるけど向こうからしたら笑えないからね。アニメのキャラとかでいますよね、うん、いや、漫画っぽいじゃん、ね。うん、まあ、ということで、まあ、質問以上ですわ。はい、はい、まあ、好評であればまたね、はい、第2弾、第3弾と行きたいと思います、はい。まあ、谷口さんの奥さんの顔が見てみたいとかあれば、まあ、ちょっと出しますね。あの、サムネにしますね。はい。ただ谷口さんこれに。谷口さんちの奥さんはめっちゃ美人だからね。いい。本日はありがとうございました。ありがとうございました。